とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきましょう。まず1階に入りましたらば、武器に働き鉢をつけてください。序盤が結構難しい、難しいね。なので序盤をしっかりクリアできればあとは大丈夫だと思います。あー、終盤もちょっと難しいところはありますね。まあ、とにかく序盤はこのエンチャンターとジオマンサー特に気をつけてください。まあまあエンチャンターが一番だけどね。 OK、 よし、はい、 OK。 であとは下からぐるっと回っていきます。ジオマンサーが多いんだよね。はいはいはい、おお、ナイス。で最後のジオマンサーですかね。終わり。はい、では1回クリア。1回の報酬でドラですね。ボーンクラブも悪くないんですけども、まあドラを持っていった方が、ボスとかは戦いやすくなります。オッケー。でここ結構クリーパー多くて食らっちゃうっていう人も多いと思うんですけども、まあまあ距離をうまく掴むとか、あとは蜂をうまく使う、そうするとああ大丈夫だと思います。ほんと蜂がねめちゃくちゃいいんで、蜂をうまく使っていってください。よし、 OK。 でできるだけエンチャンターは早めに倒しましょう。2回クリア。2回報酬は何もいりません。よし、でここも特に問題はないですね。ただ敵が多い、敵は多いです。でもここでもう蜂が大活躍だね。蜂が出てこないけど、やっぱ蜂はねどこでも結構使えますもんね。かなりおすすめのエンチャント。 OK、 しゃ、こっちに行ったか。よし、 OK、 よし、はい、3回クリア。でここでバーストクロスを取ってください。でエンチャントで長弾2ですね。でもね長弾2はねだいぶ跳ねます。はい、危ねえ。でクリーパー多いのでまあ一応巻き込まれないように注意してください。でエンチャンターは先に倒すように、で弓は全然使っていってください。矢はね多分、枯渇することはないと思います。はい、でここで星よるです、取っていってください。でエンチャントで火属性と働き鉢11ですね。 OK。 で召喚するやつから倒していくといいと思います。あー、あいつがとにかく鬱陶しいんでね。おーい、なかなか爆発しないやつだったな。はい、でここでゴーレム取ります。蜂とかゴーレムがいるとやっぱねだいぶ安全になりますよね。よし、いいね。でここもリーパーがいますので、まあまあゴーレムとかに任せとけば間違いないでしょう。よし、で6回クリア。次に行きましょう。でここで、バジーネスト取ります。もう召喚だらけですね。序盤はこの召喚だらけで行った方が
行きやすいと思いますよ。よし、 OK。 結構ね、防具取るタイミングが後の方なんですよね。なのでこいつらに任せていった方が安全です。はい、7回クリア。サクサク進めますね。ここは何もいりません。次に行きましょう。で、ここはなんかね、ちまちま出てきて若干長いんですよね。 OK、 今の矢はどんどん使っていってください。よし、よし、多分奥の方もまだ結構いるんだな。よし、もうちょっとだと思うけども、あ、いた、終わり。8回クリア。次で、ここで傭兵のアーマーを取っていきます。で、商人で星夜あげます。で、ボスに行きましょう。で、今回ボスはね、全然余裕ですね。で、エンチャント、入れてください。雪玉3、そしてクールダウン1でいいです。雪玉をとにかく最初ですね。で、出てきたらドラを使ってもう一気に攻めればそれで OK です。よし、当たった。あ、当たってるね。 OK、 ちょっと今タイミングが早かったかなと思ったんだけども、大丈夫でしたね。10回クリア。次、矢が結構出てきてくれた。で、ここは何もいりません。行きましょう。ゴーレムの HP もまだ半分以上あるね。これぐらいあれば更新しなくても OK です。で、レイスが出だすので、この雲とのコンボには注意してください。思いっきり食らってるけどね、思いっきり食らっちゃうんですけども、よし、まあ、食らわないようにできるだけ。特に毒食らうと一気に瀕死になりますんでね、そこは注意です。で、パワーシェイカーとゴーレムを変えていきます。バージネスト、よし。で、ここも結構めんどくさいところなんですけども、ハチたちがいれば、まあ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 、それなりに動いてくれて倒しやすいです。 OK、 しゃあ、おー、いいね。結構矢出てきてくれますね。嬉しいよ。はい、もういないかな。あと上ですね。えい、あと2体ぐらいか。どこ？消えた。1体消えた。あー、いた。はいはい。12回クリア。次に行きましょう。で、ここでバーストクロスボウをパワーアップさせていきます。で、エンチャントですけども、クールダウンは多めに入れて、で、マルチショットを2入れてください。マルチショット2だと結構発動しますんで、いいと思います。はいはい、どんどん落としていきましょうね。で、ネクロマンサーも出てくるので早めに落としてあげるといいですね。で、もう一回いきます。落としちゃいましょう。はい、落とす前に倒したか。あー、もったいないもったいない、めちゃくちゃもったいない。よし、はい、よりナイス。結構出るね。いい感じに矢が出てきてくれます。
しゃ、いいね。おし、結構固まっててくれたんでいい感じだった。で13回終了。どんどん行きましょう。何もいりません。ああバジーネストが最終お時間でした。もうね、真ん中にバジーネスト置いてあげるとだいぶやりやすいんですよね。しゃ、いいんじゃない。終わりか。いや、まだちょっといるな。あ、こっちか。はい、14回終了。何もいりません。で次、ここも、バジーネスト置いててあげればだいぶいいです。このバジーネストね、今回かなり役に立ちます。じゃあ、あら、はい、終わりかな。はい、15回終了。もうさっと出てさっと終わるのがいいね。で15回も何もいりません。雷の杖は結局ね、今回使わなくて全然いいです。でここで防具を上げちゃいます。で防具にクールダウン3を入れて、完成ですね。 OK、防具にクールダウン3入れてください。で他を若干強化してくださいね。こいつも、まあ、出た瞬間に、バジーネストを置いてでドラ使って一気に行けば大丈夫です。 OK、 OK、 よし、17回おしまい。はい、でここで、アップドラフトと、あれちょっと待って、蜂を変えたいんだけども、蜂がちょっと再使用か、ちょっと蜂と変えます。それでは次に行きましょう。いや、もう全然蜂のまんまでもいいんですよ。全然蜂のまんまでもいけるんだけども、こっちの方が、ボスでの火力が出るんで、いいんですよね。で、しかも、クールダウン3入ってるんで、かなり使いやすいです。再使用時間も短めなので、かなり使いやすい。オーケー、よし。ここも意外とね、敵が後湧きするんですよね。よし、あ、ミスったか俺、怖えな。なんかトライデントが爆発しそうな気がして、いや大丈夫か。オッケー、危なかった。トライデントはあんまりね、むやみに投げない方がいいっすよね。近く、特にこんな狭いところは。危ないもん。で、量の変えてください。んで、とにかく虚無を最初にね、入れちゃいましょう。で、落石は食らわないように、なんか降ってきたなぁと思ったら、動きを止めるといいです。半分ぐらい持っていかれるからね、これ。OK。あ、やばい、危なかった。よし、どこ行く。よっしゃ、よっしゃ。アップドラフトがね、こういうとこはいいよね。まあ愛のメダルでも全然いいと思うんですけど、まあ、こういう弱いやつらに愛のメダルが当たるとちょっともったいない感がありますよね。よし、オッケー。
で次が最後の脇かな。よし、いやもう一回か、もう一回でした。よし、オッケー。で19回終了。次に行きましょう。何もいりません。召喚ビルドでもまあまあありかなと思います今回、うん、あ、虚無ね、虚無を入れてください。虚無が、ボス戦では結構重要です。危ねえ危ねえ、あー食らってる、思いっきり食らってたわ。よし、結構飛ばしてくるね。意外と距離取ってきますね。よし、オッケー。敵多いのよ本当今シーズン。で下はいるね。うん、この打ち漏らしがあるとちょっと時間かかっちゃうので打ち漏らさないようにしましょう。よし、オッケー、終わりか。よし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 、多いからね、たまにどっか潜んでる時がね結構あるんですよね。でここでハープーン買いましょう。長弾ハープーンがかなり強い。ハープーンの長弾とマルチショット22入れてください。これで OK、 いきましょう。でここもうサクッと終わるんだけども、ちょっとね、あの敵が面倒いのよ。あー、なので注意ですね。あ、もうあー待って、ミスター、これ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 を注意してください。うん、今のはね、ポーションの再使用時間もあったし、そういうのもちょっと注意してください。ほんとね、弓を使うのに注意してね、あいつ来るから。もうよし、 OK、 1体だけじゃなくて2体来るからね、なので要注意です。 OK、 終わり。いやー、やられちゃった。次に行きましょう。報酬は何もいりません。ドラもあるけどね、別に効果はそんな変わらないのでそのまんまで OK です。でここもね、敵多いのよ、敵が多い、まあ、こっち側はそうないけど、この奥の方がね。よし、あ、もう面倒いこいつ。よし、もう矢はどんどん使ってください。よし、オッケー。多分3体ぐらいは倒したはず。でこっち、ここここ。これが面倒くさいよここ。まあアップドラフトをバシバシ使っていけば、まあまあまあいけるかなと思います。よし。このラビジャーよ本当に、めんどくさいあいつ。よし、で反対側、あのアップドラフトを多めに使いましょうね。そうすると、あれ、あ、いた、大丈夫です。多分アップドラフト2発ぐらいでこっち側はいけるんで、まあ、とにかくあのラビジャーどうしても難しいっていう人は、移動する板に乗ったまんま、アップドラフトを3、4回使ってください。そうすると倒せると思います。はい。何もいりません。行きましょう。で、エンチャント入れてください。一応、念のための爆発ですね。
うん、旋風はね当たりにくいのよ。なので爆発だったらまあちょっとは当たるんで入れなくてもいいんですけども、まあ一応ポイント余ってるので一応入れるっていうだけですね。そこまで効果はないと思う、うん、まあまああるにはあるんだけどね。さあ OK で、ここもね後から湧くのよ。後湧きがすごい。ここはよいし OK いいね。お、意外と爆発当たった？当たったね。来るよ最後。ダメージがね結構えぐいね。こいつよし、はい23回終了で、あとはボスですね。はいで、ソーブレード変えちゃいましょう。でこいつに強化してもらう前にソーブレードをパワーアップしていきましょう。虚無さん、そして雷3でいいです。はい、何がついた？お、追い打ち1、悪くないよ。で、これで、ボスへ挑みましょう。いきまーす。もうダメージが通るようになったら、ドラとパワーシェイカーを使って、アップドラフトも全開にして、いきます。ザコは弓とかを使って倒せば、まあまあまあ、それなりに早いです。よし、ここで長弾がねだいぶ役に立つんだね。 OK もうよし、ちょっと固まるなって。よし OK。 あれ当た、ちょっと待って、おお、なんかダメージ当たらんかった。よいしょ、あとはこいつらでおしまい。はい、25回終了。では報酬を見て終わります。どうだ、お、ハープ、あーダメダメです、1ばっかだね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。